しもし、はい、おはようございます。高橋マリーです。今日も気をつけて元気にいってらっしゃい。さあ、春眠暁を覚えずで寝坊してしまいがちな春です。今週からのこの時間、高橋マリーがあなたを優しく起こすあの企画が帰ってきました。題してマリエズモーニングコール。いってらっしゃい独り占めです。今朝はこの方にモーニングコールします。はい、東京都の目黒区、ラジオネームデパートマンさんです。はい、ではメッセージご紹介します。お願いします。中西さん、マリエさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。クロノスが聞けない土日は寂しいので月曜が楽しみです。嬉しいですね。僕は新宿のデパートで働いています。3月末に直属の部下の子に告白をしました。かなりびっくりしたみたいで、結果はリーダーと一緒にいるのはとっても楽しいけど会社の人はと言われダメでした。部署が4月から変わり、今でも普通に話し、差し入れ持って行ったり飲んだりします。とってもいい子で正直諦められません。もう一度だけ思いを伝えたいと思います。ぜひマリエさんの元気をいただき、マリエさんから元気をいただきたく思います。お願いします。リクエスト曲はチャイさんのあなたに恋をしてみました。よろしくお願いします。はい、では早速電話してみましょう。あ、緊張します。まあね、前回も連勝だったんでね、スタート大事ですね。はい、今日出てくれると嬉しいな。さあ、かかりますでしょうか。目黒区のラジオネームデパートマンさん、お、かかった。あ、もしもし、デパートマンさんですか。はい、デパートマンです。おはようございます。高橋真理恵です。もうなんか声元気ですか。起きてらっしゃいました。あ、少し起きてました。あ、そうなんですね。いつももうこの時間起きてらっしゃるんですか。そうですね、大体起きてます。あ、そうなんですね。よかったです。ありがとうございます。あの、早速なんですけれど、はい、デパートにお勤めということでどんなお仕事をされてるんですか。デパートの食品売り場で働いてます。はい、あ、デパ地下ってやつですか。そうですね、はい、美味しいものいっぱいありますよね。はい、羨ましいです。ありがとうございます。はい、そしてあの直属の部下の子に告白をされたということなんですが、はい、どんなところが好きなんですか。とってもいい子なんですね。気持ちこもってる。いくつ下なんですか。3つ下ですね。いい感じですね。はい、告白してからも変わらずこう関係というかおしゃべりは続いてるんですよね。そうですね、はい。でもちょっと女性的に言うと、はい、一回告白されると意識すると思うんですよ、その人のことを。はいはい。なので私もう一回って本当ありだと思います。あ、ありがとうございます。でもちょっと緊張しますよね。そうなんですね、はい。次はいつぐらいにアタックしましょうか。いやー、でもそうですね、もうちょっと少し間を置いた方がいいのかなと。あー、確かに。はい、ちょっと暖かくなって夏前って開放的になるじゃないですか。、はい、そんな時どうでしょうか。いいと思います。いいと思います。ぜひ応援してますので頑張ってくださいね。はい、またあの報告したいと思います。そうです、ぜひ報告お待ちしてますし、はい、この後リクエスト曲をおかけしますので、この曲のように頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。すみません、ありがとうございます。はい、元気になりました。では、あ、よかったです。はい、デパートマンさん、今週も一緒に頑張りましょう。はい、頑張ります。今日も気をつけていってらっしゃい。はい、できます。ありがとうございました。ありがとうございます。お送りしているのは東京都目黒区デパートマンさんからのリクエストです。チャイ、あなたに恋をしてみましたです。よかったですね。1回で出てくださって嬉しかったですね。いいスタートを切りました ね、 本当ですね。ということでですね、デパートマンさんには番組ステッカークロスでオブエントします。クロス。さあ、今週この時間は春眠暁を覚えずですね、ついつい寝坊してしまいがちな春です。そんなあなたを高橋マリエが電話で起こします。題してマリエズモーニングコール。さあ、今朝はこの方です。はい、愛知県岡崎市のラジオネーム、スノーホワイトさん、29歳、女性の方です。ではメッセージです。はい、4月から仕事復帰して毎朝バタバタです。でもどちらかというと朝方なので、早起きして洗濯、掃除、お弁当、夕食準備をしていると気持ちがいいです。おー、いいですね。帰宅後は仕事でヘトヘトですが、朝に夕食の準備をしているのでちゃっちゃと作って子供たちと食べます。帰宅後は子供たちの時間を大切にしたいですといただいてます。素敵です。じゃあ行きましょうか。はい、2日目どうでしょうか。さあ2日目、昨日は
ワンコールで撮るっていう ね、 そうでしたね。早かったね、昨日ね。さあ、今日はどうでしょう。来るかな。おお。もしもし。あ、もしもし、スノーホワイトさんですか。あ、そうです。おはようございます。高橋まりえです。あ、おはようございます。おはようございます。もう、声もすっかり起きてらっしゃいますね。はい。いつも何時頃に起きてらっしゃるんですか。いつも5時ぐらいですね。早いですね。で、この時間聞いていただいてるんですね。はい。この前もこれ2回目なんです。出してもらったの。そうなんですね。はい、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、いつも朝お忙しいということなんですが、はい、家は出る時間は何時ぐらいなんですか。はい、あ、家出るのは8時ぐらいです。ああ、じゃあ結構朝の準備に時間がかかるんですね。お子さんの準備とか。はい、そうですね。いろいろ夕飯の準備とかもしてるので、うん、なるほど。ちなみにスノーホワイトさん、お仕事はどんなことをされてるんですか今は。あ、仕事は公務員なんですけど。そうなんですね、はい、なるほど。ちなみに今夕食の準備されてるということで、今夜の夜ご飯教えていただけますか。はい、今日はちょっと私の誕生日なので。おめでとうございます。それを一番最初に聞かなきゃいけなかったですね。ありがとうございます。ちょっと外に出ていこうかなと思ってるんですけど。お外で家族で外食ですかね。そうですね、はい。あ、それは楽しみですね。はい。お子さんはおいくつなんですか。4歳と1歳です。男の子女の子は。上が女の子で、下が男の子です。いいです。でも大変ですよね、この時間きっとバタバタされていて。そうですね、まだ子供たち寝てるんでいいんですけど。そうなんですね。起きてきたら大変です、ね、起きてきたら戦争ですか。そうですね、バタバタしてます。そうですよね、はい、ぜひこの朝の時間をね、元気出せるようにこれからも私たち頑張っていきますので、よかったら聞いてください。はい、はい、聞きます。はい、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。この後リクエスト曲もおかけしますので、この曲聴きながら朝の時間有効に使ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。スノーホワイトさん、今日も元気にいってらっしゃい。お送りしてるのはスノーホワイトさんのリクエスト、ゆずでオラです。ね、朝から夜の準備してるなんて素敵ですよね。朝の時間に夕飯考えるの大変ですよね。こう大変だと思います。でもシャキッとしてましたね。はい、もうだって5時からね、起きてらっしゃるということですから、ね、ぜひ今後もですね、お子さんのお弁当作りもありますし、夜ご飯の準備も大変だと思います。あとは公務員ということで仕事も大変ですからね。そのホワイトさん、番組せっかくロストプレゼントします。さあ、今週のこの時間、ついつい寝坊しがちな春にですね、高橋まりえが電話であなたを起こします。題してマリエズモーニングコール。今朝はこの方です。はい、北海道のラジオネーム北の都さん、24歳の男性の方です。今日は男性。はい、ではメッセージ、はい、4月から社会人2年目になりました。せっかくの春なので毎日のお弁当作り始めました。すごい。なんとか毎日工夫しながら早起きして頑張っていますが、ちょっとモチベーション落ちてきました。高橋さん、激励してください。さあ、行きましょう。もう連勝してますからね、今日勝てば3連勝ですよ。さあ、どうでしょうか。繋がるのが勝ちかどうかは別として。北海道の北の宮子さん、もしもし。もしもし、北の宮子さんですか。あ、はい。おはようございます、高橋まりえです。あ、おはようございます。おはようございます。ちょっと眠そうですけど起きてました。いや、今起きました。にゃって言いましたね、今。そうですよね。北海道で社会人2年目ということで、どんなお仕事されてるんですか。公務員です。あ、公務員さんなんですね。はい、春からね、お弁当作り始めたということですが、ちょっとめげてきました。そうですね、ちょっとメニューにも飽きてきて。ああ、だいたい何時ぐらいから作ってらっしゃるんですか。いつもこのぐらいですね。6時前ぐらいに起きて。あ、そうなんですね。今日6時過ぎちゃってますけど、はい、そろそろ起きないとですね。昨日ちょっと遅かったんで。あ、そうなんですね。ちなみに、はい、私、人が作ったお弁当で大好きなんですけど、はい、今日のお弁当、何でしょう？何にしましょう？今日は、鶏肉を焼こうかなと思ってます。あ、いいですね。何味にしましょう、お肉。今日はケチャップで。あ、
絶対美味しいですね。ぜひ頑張ってください。お弁当作り、はい、ありがとうございます。飽きないように、あのこれからね、あのリクエスト曲もおかけしますので、4月中旬、はい、もう一回モチベーション上げていきましょう。はい、頑張ります。はい、北の都さん、朝早くからありがとうございました。ありがとうございました。では北の都さん、今日も気をつけて、そして元気にいってらっしゃい。では北の都さんからのリクエストいきましょう。ムームーン、サンシャインガール。いやー、よかったですね。また起きてくれましたね。起きていただきました。ちょっと眠そうでしたけれども、うん、でも嬉しいですと思ってね。北野美代子さん、鶏のケチャップ、弁当作り頑張っていただいて、ラジオ聞いたら、あ、モチベーション上げなきゃっていつも思っていただければね、思います。はい、番組ステッカークロスでプレゼントします。さあ、今週のこの時間はついつい寝坊してしまいがちな春、高橋マリエが電話であなたを起こします。題してマリエズモーニングコール。今朝はこちらの方です。はい、福岡県のラジオネームミミズンさん、16歳の男子です。お、男子高校生。男子高校生です。でメッセージです。はい、最近高校2年生になって、勉強と部活の両立が忙しくなってきました。寝る時間も12時を過ぎることが多くなって、朝が辛い毎日を送っています。そんな朝に高橋さんの声で起こしていただけると嬉しいです。じゃあ行きますか。はい、高校生起きるかな、ね、全国が心配してますよ、この高齢の時に。ね、高校生朝しんどいでしょうね。寝てるかな。寝てるかな。頼む。福岡のミミズンくん、朝ですよ。学校始まりますよ。大丈夫かな。あ、眠いですよね、きっと。昨日も部活だったんでしょうね。留守電。おかけになった電話をお呼びしましたが、おつなぎできませんでした。あ、留守電が良かったですね。せめて留守電に入れたかったな。ね、でも高校生留守電とかサービス入ってないかもしれませんね。あ、まあそうですね、残念でした。でもあの、多分きっとね、昨日も部活で勉強して朝が辛いって書いてありますから、はい、本当にね、起きられなかったんだと思いますが、後々気づいてくれるといいですね。これどうにか気づかせる方法ないですかね。ねえ、もう一回かけません。もう一回かけますよ。なんか今ので起きたかもしれないですよ。やってみます。もう一回かけましょうよ。ちょっとなんか高校生だから、やっぱりやっぱり眠りが深いんじゃないですかね。まあそうですね。でも聞きたかったですね。いや、一言だけでもちょっとなんか挨拶だけでも。何部なのかなとか。うん、何部なんですかね。ね、僕の予想は剣道部。私の予想は野球部。あ、野球部ですか。うん、おかけになった電話を大きいないとということでしたね。はい、はい、残念ですけどね、うん、はい、ぜひぜひどうにか気づいてくれるとありがたいんですが、うん、曲かけましょうよ。そうですね、ではミミズンくんのリクエスト曲いきましょう。この曲で起きてくれるといいですね。ゆいでチェリー。いやー、炎の13連勝中だったっけ。惜しかった。いや、あ、でもあのね、部活頑張ってる男子高校生で止まったらの本望ですよ。いや、本当そうで、本当に頑張ってるんですよ。どうか遅刻だけしないように。それだけ欲しくないですね。心配。多分お母さん欲しくないと思います、ね、はい、そうですね。はい、ミミズさんには番組ステッカークロスプレゼントします。さあ、春眠暁を覚えずで寝坊してしまいがちな春、今週のこの時間は高橋マリエがあなたを優しく起こすあの企画をお届けしています。題してマリエズモーニングコール。今朝はこの方にモーニングコールします。はい、静岡県磐田市のラジオネーム、磐田のジャムジュニアさんです。はい、ではメッセージです。おはようございます。おはようございます。僕は今年の3月から実家のパン屋で本格的に仕事を始めました。高校専門学校を卒業し、別のパン屋に就職修行をして、いよいよという感じです。なるほどね。うん、放送は父親と二人で仕事をしながら聞いています。今までラジオはほとんど聞いたことなかったんですが、うん、実家の店ではラジオが流れていて、すっかりクロノスファンになりました。今までずっと早起きだったので、朝はそこまで苦手ではないんですが、すでに2回ほど寝坊してしまいました。やはり実家ということで気が緩んでいるのかもしれません。そうですね、誰かが起こしてくれるってやっぱ思っちゃうかもしれませんよね。ということで、マリエさんのモーニングコールしていただき、気を引き締め直したいです。ぜひよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。
昨日のね高校生は残念でしたけどね、学校行けましたかね昨日は ね部活頑張ってるからしょうがないですけどね。さあ岩田市のラジオネーム、今日はパン屋さんです。はい、岩田のジャムジュニアさん、はい、いますか、きっとね。あ、もしもし、はい、岩田のジャムジュニアさんですか。あ、そうです。おはようございます、高島理恵です。あ、おはようございます。おはようございます、はい、今日は起きてましたね。あ、今日は起きてました。もうこの時間はいつも起きてらっしゃるんですか。そうですね、いつも、はい、一応5時から仕事が始まるので、はい、4時半ぐらいには起きるんですけど、もうすでに2回ぐらい遅刻を ね、2回寝坊って書いてありましたけど、はい、お父様に怒られませんでした。いや、笑って許してます。よかったです。でも4時半起きは結構ね、しんどいですよね。そうですね、まあ今までの方がむしろ早かったんですけど、ちょっと遅くなったんですけど、それのせいかちょっと気が緩んじゃって、お父さんだしみたいなところも ね、やっぱりありますよね、はい、あのパン屋さんということで、はい、お店の自慢のパンって何ですか。あ、うちの自慢はミニクロワッサンですね。うわー、はい、いいです。それを朝から仕込みで作ってらっしゃる。はい、そうです。あ、今日はじゃあお父様と一緒に聞いてらっしゃったんですかね。あ、はい、今聞いてて、あ、読まれるといいねみたいなこと言ってたら。そうなんですね、はい、じゃあ岩田のジャムジュニアのお父さんもおはようございます。あー、聞こえた。いつも放送聞いていただいてありがとうございます。これからもお二人でぜひ聞いて、美味しいパンを作ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、岩田のジャムジュニアさんは実家のパン屋さんということで、ちょっと、行ってらっしゃいはね、違うかもしれないんですが、はい、はい、頑張っての気持ちを込めて言わせてください。はい。今日も気をつけて元気に、行ってらっしゃい。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では行きましょう。専門学校時代、数学の定番ソングだったということで、この曲にリクエストいただきました。うん、ゆい、ラフアウェイ。すみません、こんな大事な瞬間にキリンジのトレッキングが流れてしまいました。もう一回やらせてください、ね、ちょっともう一回やらせていただいてよろしいですかね。ゆいでラフアウェイ。岩田のジャムジュニアさん、ごめんなさい、もう一回これ聞きながらお願いします。岩田のジャムジュニアさん、本当申し訳ありませんでした。来週もね、マリーズモーニングコールやります。よかったらご応募ください。はい、ご希望の方、クロノスの番組サイトご応募ください。心を込めてお待ちしています。さあ、先週からのこの時間は高橋真理恵があなたを優しく起こすあの企画が書いてきています。題してマリエズモーニングコール。はい、ということで、いってらっしゃい独り占め、今朝はこの方にモーニングコールします。はい、福岡県北九州市のラジオネーム、アクアブルーさん。アクアブルーさん、16歳、高校生です。お、高校生。はい、ではメッセージです。先週の月曜日から聞き始めてます、うん、昨年度は朝なかなか起きられず、親に起こしてもらうことが習慣になっていました、はいはい、しかし今年度から頑張ると決意して、5時45分に起きることができています。じゃあ起きてるのかな。そして家を出るまで余裕を持ってラジオを聞きながら過ごせています。マリーさんの声で毎日元気よく目覚めています。ちょっとこの間ね、木曜日に実は男子高校生で、ね、部活疲れてる子だと思うんですけど、はい、朝起きられなかった。かけてみましょう、さあ今朝5時45分にね、全国の高校生頼みます。男子高校生、さあかかるでしょうか。高校生の時寝てますよね、この時間ね。まあ、普通僕絶対起きてないギリギリまで。僕ら大体7時に起きてたね。朝余裕持ってラジオ聞いて、どうだろう。電話がつますかね。今日もしよかったらね、クロノスの史上初生中継やってますから。あ、そうなんです、そうなんです。そうそう、あのもしツイキャス見てれば、高橋真理恵さんとこうテレビ電話的なことになる可能性がありますからね。お、もしもし、もしもし、私起きてた。はい、起きてました。おはようございます。今日ちょっといつもと違う。何やそれ。高校生でもテンションが上がって、いつもと違う感じにしちゃったんですけど、改めまして高橋真理恵です。おはようございます。おはようございます。アクアブルーです。アクアブルーさん、早起きですね、はい、今日はどうでしたか。起きられました。今日は、5時40分に起きました。ちょっと早いですね。はい、16歳ということで高校生で、部活とかやってるんですかね。
部活は去年までちょっとあの吹奏楽してたんですけど、ちょっと今年度からは、勉強に集中したくて、はい、受験勉強とかありますもんね、うん、はい、なるほど。学校の友達の間で高校生流行ってることって何ですか？人狼ですかね。何ですかそれ？人狼、あのスマホのゲームなんですけど、うん、へ、昔なんかな、ロシアかなんかのカードゲームで、うんうん、それで人と狼に分かれてゲームするんですけど、それでなんか殺し合いみたいな、殺し合いみたいな激しい戦いがあるんですね。はい、あのアクアブルー君はこう多感な時期だと思うんですけれど、はい、好きな子はいますか？好きな子はいないですね。あ、そうなんですね。高校生、はい、恋愛も大事だから恋愛してね。はい、ありがとうございます。最後に将来の夢を教えてください。将来の夢、ちょっと長くなるんですけど、一言で言ってみようか。俳優の千葉雄大さんみたいな、うん、あんな感じな、映画に関する仕事の人がしたいです。ぜひ頑張ってください。今もね、はい、アクアブルー君の顔がイケメンに作られましたからね、いつかお会いできたら嬉しいですね。いや、そんなことないです。じゃあ今日からね、勉強ということで受験勉強頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。頑張ってね。もうこう朝楽しみに元気もらって聞いています。頑張ってね。アクアブルー君、今日も気をつけて、そして元気に、はい、いってらっしゃい。ありがとうございます。お送りしているのはアクアブルーさんからのリクエストです。生き物がかり、キラリ。アクアブルーさんには番組ステッカークロストをプレゼントします。さあ、今週この時間は高橋マリエが電話であなたを優しく起こします。題してマリエズモーニングコール。昨日はね、男子高校生だったんですが、今朝はこちらの方です。はい、広島県広島市のラジオネーム恋の3515さん、30歳、はい、会社員の男性の方です。ではメッセージです。お願いします。去年念願のマイホームを購入し、子供も生まれ、さあ頑張るぞと意気込んだのもつかの間、まさかの転勤。新しい営業所まで通勤時間がこれまでの倍になってしまいました。これに伴い起きる時間も早くなったんですが、まあシャキッとしません。そこで高橋さんの癒し系ボイスでいい目覚めをしたくて、今回勇気を出して初メールしました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい、起きてくださいますかね。うわ、朝です。もしもし。もしもし、恋の3515さんですか？はい。おはようございます。高橋まりえです。あ、おはようございます。おはようございます。起きてらっしゃいましたか？はい、もう出勤してました。そうですよね。通勤時間倍になったということで、いつも何時に起きてらっしゃるんですか？はい、大体5時半前には起きて出発になりましたね。今はどこら辺にいらっしゃるんですか？広島の西武スーパーっていうところにいるんですけども。ああ、じゃあちょっと倍になったということで通勤本当に大変ですね。そうですね。2時間ぐらい、どのくらい今までより早く起きなきゃいけなくなっちゃったんですか？まあ1時間早く起きてますけど。ああ、大変ですね。はい、お子さんが生まれたということでおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。どうですか、パパさん、可愛いですか？そうですね。もう、あれじゃない。毎日癒されてます。ああ、朝もでも、起きた時はまだ、さすがに寝ちゃってますかね。そうですね。朝は、起きてる子供には会えないんですけど。夜帰ってから、抱っこするのがすごい楽しみで、それを励みに頑張ってます。そうですよね。はい、マイホームということで、早く帰ってきたいですしね。そうですね。ちょっといろいろ大変だと思うんですけれど、私たちも恋の3515さんの朝を応援できるように頑張っていきますので、一緒に朝乗り越えていきましょうね。はい、ありがとうございます。はい、朝早くからありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。では恋の3515さん、今日も気をつけて元気にいってらっしゃい。はい、行ってきます。いってらっしゃい。お送りしているのは恋の3515さんからのリクエスト、バード、君が好きだと叫びたいです。一番テンションが上がる曲なんだそうですけども、これは実はアニメ
スラムダンクの主題歌だった一曲です。タカさん知ってますか？もちろんもちろん。アニメ、あ、漫画も両方とも。そうですね、ちょうど私たちの世代じゃないですかね、スラムダンクってね。あれ、僕も見てましたよ。あら、見てましたよ、うん、もう安西先生の言葉ばっかりも僕は読んで常に諦めたらと、そこで試合終了ですと、そこで全て終わりです、はい、諦めずに行きましょうね。サンゴ15さんすごいです ね、 ね、だってもう30歳で家建ててんですよ。そしたら転勤大変でしたね。まあ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 、まあ、もうちょっと頑張ろうってことだと思ってですね、前向きに捉えて、しかもね、お子さん帰ったら抱っこできるのが楽しみっておっしゃってましたからね、ぜひお子さんと楽しい毎日過ごしていただきたいと思います。さあ、この時間は高橋マリエが電話であなたを起こします。題してマリエズモーニングコール。さあ、今朝はこちらの方です。はい、北海道のラジオネーム、ふくふくさん、44歳男性です。はい、ではメッセージです。初めてメールします。ありがとうございます。ありがとうございます。自分は2月に転職し、4月に引っ越しをして、やっと生活が落ち着きました。毎朝シャワーを浴び、朝食を作り食べて、後片付け、出勤準備をして6時50分頃に家を出ます、はい、なのでクロノスが始まる頃には起きていますが、ここ最近仕事が忙しく残業が続き、寝坊する恐れがあります。なのでぜひマリエさんの天使の声に起こしてもらい、元気をもらいたいと思いメールしました。いいじゃないですか。ありがとうございます。さて、北海道の男性の方、ふくふくさん、さあ今日はどうでしょうね。6時50分に、あ、もしもし。もしもし。あ、ラジオネーム、ふくふくさんですか？あ、おはようございます。おはようございます。高橋まりえです。うわ、すごい嬉しい。ありがとうございます。うわ、こっちも嬉しいです。ありがとうございます。うわ、ということは、起きてました、今日は。起きてました。あー、よかったです。今日天気どうですか、北海道は。あ、今日はですね、晴れです。あ、そうなんですね。昨日はあの雨だったんですけど、今日は東京と同じく晴れです。あー、よかったです。今日北海道、札幌は18度ぐらいまで気温上がるということで、暖かい日になりそうですね。そうですね。はい。で、メッセージに2月に転職して4月に引っ越しということなんですが、どんなお仕事をされてるんですか？製造業です。製造業、なかなかこう、はい、引っ越しをすると生活も慣れなくて大変だったんじゃないですか？そうですね、ちょっと転職とやっぱり引っ越しの両方でなかなか生活にもは慣れなかったんですけど、うん、やっと最近あ、慣れてきて、はい。毎日残業なんですか？そうですね、ちょっと会社も新しいので、いろいろなんか体制とかなかなか整わずに、やっぱり9時10時ぐらいまでやってます。ああ、それでまた6時に起きるっていうのは大変ですよね。そうですね。うん。あと、朝食作ってらっしゃるということで、今日は何ですか、ちなみに？ですね、大体同じなんですけど、サンマを焼いて、あとは、まあ、納豆に、ちゃんと野菜炒め的なものを作って食べます。すごいですね。ということは、朝はご飯派ですね。そうですね、もう 100% ご飯派です。ああ、私と一緒です。よかった。はい。ということで、残業続いて大変だと思いますが、お体壊さないように頑張ってくださいね。あ、ありがとうございます。はい。高井さんも毎朝ありがとうございます。体気をつけてください。ああ、ありがとうございます。一緒に朝頑張りましょう。はい。では、ふくふくさん、今日も気をつけて、いってらっしゃい。ありがとうございます。ふくふくさん、朝早くから本当にありがとうございました。ではリクエスト曲いきましょう。高橋優で福笑い。お送りしてるのは福福さんからのリクエスト、高橋優で福笑いです。いやー、朝から爽やかな感じで、本当ですね、風吹いてて本当にねー、しかもサンマ焼いて納豆とかね、こう野菜炒めも作ってると、すごい、そんな朝ごはん作ってる方いらっしゃるんだね。え、尊敬します。尊敬しますね、はい、いやでも本当に環境変わって大変だと思いますけどね、福福さん、ぜひまたクロノスを聞いてね、まあ、楽しく過ごしていただきたいと思います。番組ステッカークロステアをプレゼントします。